デビュー4周年日向坂46斉藤京子、影山優から、モデルや女優業でグループを勢いづけるメンバー。4月1から2日、横浜スタジアムにて毎年恒例のデビュー記念公演、4回目のひな誕祭を開催し、7月19日にはナインスシングル、ワンチョイスのリリースが決定している日向坂46。この春にかけて勢いを増しているグループだが、女優やモデルとして活躍するメンバーも多い。本記事では、この春に活躍が期待される日向坂46メンバーにフォーカスしてみたい。まず挙げたいのは、個人として活躍する機会も多い斉藤京子。昨年は自身とヒコロヒーの冠番組、ヒョコロヒー、テレビ朝日系のイベント、生ヒョコロヒー、2022から六本木来る民の集いを開催したり、ガールズアワード、東京ガールズコレクションといったファッションイベントに出演したりと、マルチな活躍が目立っていたが、今年の5月には約5000人規模の東京国際フォーラムホール A にて生キョコロヒー第2弾が開催予定で、ますます勢いを増していると言えそうだ。さらに映像配信メディアレミノで配信されるオリジナルドラマアクトレスへの出演も決定しており、ネット上では、京子ちゃんおめでとう、これは楽しみだ、といった声が上がっている。多彩な才能を活かした活躍に期待したい。また、2月に日向坂46からの卒業を発表した影山優佳にも注目だ。昨年は、FIFA ワールドカップカタール2022のスタジオゲストとして登場し、豊富なサッカーの知識を活かして、日本戦のスコア予想を的中させたことでも大きな話題となった。5月9日にはファースト写真集を発売予定だが、同写真集は影山のやってみたいことが詰め込まれているようで、公式サイトに寄せた私自身のことも知っていただけるし、作品を通して一緒になって旅をして学んでいるような追体験をしていただける内容になってるんじゃないかと思います、というコメントからも、卒業を控える彼女の集大成といえる作品となっていることが伺える。ナインスシングル、ワンチョイスでの活動をもって卒業する彼女だが、卒業後も才能を活かして羽ばたいていくことだろう。そして、モデルとしても活躍してきた高本彩香と、今年舞台、ホットタクシー金光一氏、ダイヤモンドは傷つかないに出演し、女優としても活躍した浜岸日和は、二人揃って、アンドガールのレギュラーモデルに就任。これまで高本は JJ の専属モデルとして、浜岸は Wiz の専属モデルとして活躍しており、これからの活動がより一層期待される。公式ブログにて、高本は大好きなモデルのお仕事ができることが本当に光栄ですし、幸せです。と綴り、浜岸は小さい頃から雑誌を読むのが好きで1ページめくるごとに違う世界があって、同じモデルさんでも表情や雰囲気が全然違ったりして、たくさんの夢が詰まっている雑誌が大好きです、とモデルへの思い入れを明かしており、今後がアンドガールのモデルとしても、どのような表情を見せてくれるのか注目だ。より一層活躍の幅を広げている日向坂46のメンバーたち。グループでの活動を飛び越えて、個人で存在感を発揮することが、日向坂46としての魅力にもつながっていくのではないだろうか。デビューから4年を迎え、これからも勢いを増していくであろう彼女たちの活躍が楽しみだ。